見た目はハゲてて60代、頭の中身は小学生、毎日毎日うざいポストをするパンキポーキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということでお休み最後ですね。ということでサザエさんがぼちぼちありますかね。ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんじゃないか今ほんと見てねえからね、わからんだよね。はい、今日の昼間ですね、はい、あのパキポキドライブっていうのやりましたけど、あー音がクソ悪いっすね。はい、でコメントもいただきましたけど、歌わんかいじゅてが言われましたけど、私吉野さんじゃありませんからパクリになるじゃないですかって言っても、あのぼやきと変わらせんやないかいっていう話なんですけどね。はい、別に、うん、まあもう次ないと思いますそんな感じです。はい、さて今日はいかがだったですか。めっちゃめっちゃ天気良かったですね。はい、あのパキポキドライブでもあのお伝えしましたけど、はぁ人が多い多い、もうバカみたいに良かった。はぁ、もうコロナなってしまい状態ですよ、ほんと。もうねえ、私もあの買い物行ったけど、もうアルコールシュッシュシュッシュですよ、ほんとたまらん。もうまあでも今日暑かったから汗かいて、もあー臭い臭い、もうこんな汗臭いっすよ、もうねえ。で汗かいたらですよ、であの黒いシャツをね、自分あの着るんですね、あのなんですか、まあ夏用なんですけど、長袖、長袖なんですよね、うん、半袖じゃないでですね、はい、長袖の、まあ、黒いシャツ着ると、これがまた蚊が寄ってくるんですよと思ってね、体刺すんじゃなくてですよ、はい、もちろんです、頭皮に刺すんですねはぁ、もうたまらんすよ。だけど汗の匂いとこの二酸化炭素ですね、こう吐く息でやっぱ蚊が寄ってくるみたいで、で黒いやつにこう寄ってくるっていうのですね、もうほんと刺され放題、頭皮もイボイボタンですよ、もう気持ち悪い気持ち悪いねっていう感じなんですよね。はい、まあまあそんな感じですよ。はい、今日兄貴も休みやったことですね。はい、なんか今日はこの、T シャツ着ていきますとか言ってから写真はちょっと出せませんけど、はい、あの堀田のねシャツを着てまして、はい、もう T シャツが、うん、大活躍しますね。はい、脇の下は似合ってるかな匂いフェチ脇匂いフェチやろ匂いで思い出しました。あの、あんみつさんもなんか匂いフェチらしいですね。なんかパキポキさんの足匂ってみたいとか、もう変態チックなこと言ったらいかんですよ。ほんともう、ほんとここだけの話。はい、もうみんな聞いてますよー。はい。でもまあなんかこう、匂いはこう、なんか臭いと分かったけど、なんか匂いたくなる、その気持ちがね、よくわかるんですよね。まあ、匂いといえば、あの植物で言えば、あのガガ様の匂い、まだ匂ったことないんですけどね、なんかどんな感じなんやろうかと思ってですね、なんかそげん臭くないっていうのもあるみたいでですね、ねえ、なんかまあそういう、臭くても育てるみたいなね、なんかすごいですよね。はあ、まあ、でも天敵おらんぐらったら匂いがね、発しなくなるんじゃないかと、あ、人間が天敵か。私の靴下置いたらもっと匂いが強烈になるかもしれないですね違うか、はい、ということで、まあ今日は日曜日ということでですね、はい、皆さんまあ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 本当ビールが美味しいでしょうね。ねえ、まあお酒飲めない方あるかもしれませんけど、ああ今日は暑かったから汗かいて、うん、あのバンクシャの吉野さんもですね、はい、というかバンクシャの吉野さんなんか新しいステッカーがとか言ってですね、兄貴残念、兄貴さんね、もう1個買い、もう1つ買ったら送ってくれるよまたなんかちょっとこうファンシーというかポップというかですね、なんかいい感じのステッカーがね、いや、あのバンクシャーさんのあのステッカーはなかなか金かかっとるような感じです。はい、すごくいい素材を使ってですね、うん、なんか車買ってもあの大丈夫っすよとか言ってたけどですね、もうこの車に貼りたいんですけど、なんかもう申し訳なくてですね、汚くてですね、ね、このトラックこう塗ったりね、こう塗り替えたりとかすればなんかこう綺麗に貼りたいなとかって思うんですけどね、うん、だからこうあのお店でね、あのグリさんもリバナーさんもステッカーもらった、あのキムさんももらったんですけど、うん、あのステッカーはとりあえず保管しております。はい、やっぱなんか綺麗なところに貼りたいんですけどね、うん、なんかちょっとこう
よくあのフロントバッテン、ギアガラスっていうんですか、あの後ろのガラスにこうみんな貼ってるじゃないですか。あんな感じでこうね、なんかそういう感じでこう貼ったら分かる人は分かるみたいなね、あの人植物しようよねとか言ってですね、あとあの封印マークのところをですね、なんかオリジナルで自分で作って、パコンと、あの兄貴が、あの兄貴しか持ってないよね、あれまだ誰にもやってない、なんかグラヤマさんが欲しいとかいう人もおったけど、あの封印のところをこうのカバー、まあ、ペットボトルのキャップにこうプラバンの絵を貼り付けてっていう感じなんですけど、あれ堀田とかにしたらいかんよね、やっぱちょっとなんかおかしいよね、やっぱなんかちょっと違うマークに S ブランドのやつとか、それもなんかインパクトないですよね、とか言って思うような感じがいいですよね。ということで、あの和歌山の、車の車種は分かりませんが、車の封印に食中毒って貼るとそれ兄貴です。もう誰かが引っ込むからとかもしれません、あらこれとか言ってね。キングさんから取られたかもしれません。わからんですけどね。はい、ということでした。はい、まあ、今日ちょっともうあの早い時間で、ちょっともう早く切り上げたいということもあって、ちょっと質問は多分ずれ込んできても多分ちょっと今日はしないんじゃないかなと思うので、まあ、その代わりにパキポキドライブを上げておりますんで、はい、まあ、なのダブルで、あのいつもの時間ぐらいになればいいなとかって思ってやっております。はい、じゃあ、ジングルです。どうぞ。バキコキさんのブラキー。はい、ということでですね、はい、まあ今日一、まあちょんちょんとありましたので紹介しようかなとかって思ってるんですけどね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、ドドン、3つもこれアキラさんですね。はい、今日はトレーニングの後、まあ、食事ということでハンバーガー3つ食べるという、すごいね、もうそれ以上のカロリーを消費しとるということなんでしょうね、もう素晴らしいなとかと思ってですね、はい、で次、はい、ドドン、5時過ぎた、クマ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 。これ誰も多分気づかなかったかと思うんですけど、左側に持ってるこれ何なんだろうねと、ちょっと物は分からないんですけど、これよーく見たらなんかクマに見えたんですよね。で、あの近場さんですかね、目を送ってみたら、もう本当やとか言ったら、私が加工したやつをね見てから、本当やクマに見えるとか言ってやったけど、多分酔っ払ったのやっていう感じでした。はい、まあ、あと他にもですね、はい、あのあったんですけどね、マキさんがここおなら禁止とかですね、なんかしてたんですけど、はい、マキさん相当やられたことですね、暑かったっていうのもあるし、やっぱ相当きついんすよ仕事がね。でもちゃんとね、このコメント返したりとかですね、偉いなとかも、自分はもうちょっと知らん、ごめんっていうことやったですね。はい、もう今日のパキポキドライブ上げた時も、あの花輪さん見られてたみたいですね。花輪さんの時間空いてたんかな、それともたまたまちょっとね、あのチャンネル登録されてるからピコーンとアラートが来てから見たんかなって、まあそこまで長くなかったからね、あの7分ぐらいとかね、7分か8分ぐらいだったんですね。まあちょっと音がね聞きにくかったなっていうのがちょっと反省点っていうことでやらないですけどね、もうね。だから結構あの吉野さんあれ車の中でやっとうけど、なかなか音クリアですね。だから相当でかい声で言うちゃろうなとか思って、それかもうマイクをもう持って、スマホ持ってやりようのかなって。でも撮影もしようですもんね。スマホがいいとかいいな。自分も iPhone12 なんですけどね。12って言わんだよね。12って言うんかな。まあ、それどうでもいいですけどね。はい。そうか、ということですね。はい。まあ、あとあの、今日はあの、リバランさんがなんか、オベさんの3個セットっていうのなんかうちがちょっと、なんかえらい安かったですよ。はい、皆さんチェックしました？なんか速攻でなんか売り切れていきよったみたいでですね。はー、もうオベさん好きな方はもうほんと、めちゃめちゃ安く買えないかなというふうに思いました。で、あとグリーラックスさん、グリさんですね。なんか、やっぱ静岡ということで、お茶をなんか売るってことだから、すごいね。植物じゃなくてお茶かってことで、アガベ茶ですかって言って。それはテキーラ的なものですね、とかってなんか書いてきちゃったけどね。すごいね。もうアパレルもそうやけど、お茶とかもそうやし、なんかいろんなことしますよね。で、しかもグリーラックスのあのね、
ステッカーが貼られてるっていう、なんかすげえなーとかと思いました。だってグリーバックじゃなくてグリーンティーですね。グリーンティーって言わないかんすよ、このから。そんな感じで思いました。はい、あとはあと誰かおったかね。あ、ホープスペースさんがなんかすごい積極的に今ストーリーズとか、まあ、あれかな、自分がちょっとフォローしたからたまたまそうなっとったとかな、うん、結構ちょくちょく上げられてる方なんかもしれんですけどね、なんかいっぱいなんかまた植物をね、なんか質問されてて、こういうのいるんやったら出すよとか言っているね、されてました。もう食欲旺盛な人を見たらもうやばいっすね。もう家の中ほんと大変なことになるよっていう感じになってですね、まあ私もそうなんですけどね。はい、ということでした。はい、まあ今日暑かったちゅうのが前の一日の感想ですね。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はい、エンディングいきまーす。日曜日のエンディングです。サンデーですね。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。いやー、しかし暑いわ今ですよ。車の中でこう言うてるんですけど、これ窓開けたら蚊がすごいと思う。だから閉め切ってやってるからもう汗すっげーっすよ。もうハゲ刀剣ですね。もう全部前に上がれてきようっていう感じで、もうたまらんな、もう早いシャワー浴びたいって感じなんですけどね。はい、まあ明日からまた仕事、どうなんですか。晴れたら晴れたでね、なんか具合悪いっていう感じもあるんでしょうけど、じゃあどれがいいかいいっていう話なんでしょうけどね。はい、まあいいでしょういいでしょうというところで、まあ今日は穴熊出てませんしですね。はい、猫ちゃんも今日はおらん、まあ、ちょっと明るい時間やけんですね。はい、まあそんな感じですね。はい、まあ今日もあまりちょっともうネタもあんまりなかったんでですね、まあ、こんなもんで終わろうかなとかと思うんですけど、まあ最後にいつもの、ありがたいお歌聞いて終わりましょうかね。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。じゃあ失礼しまーす。ルル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 ですね。吉野さんのありがたいお歌をね、ここでね、聞いてもね、もらおうとね、思ってるんですよね。はい、じゃあそれではどうぞ。リクエスト、ラジオ体操の歌、うん、新しいパパが来た。無邪気に人を裏切られるほど分かり合えた友の愛した人でさえも償うことさえできずに今日も痛みを抱き夢中で駆け抜けるかは見えず勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いた。